こんにちは石子と羽男そんなことで訴えます。では、中村倫也さんが演じる羽男のファッションが彼の個性を際立たせ、視聴者に印象深いキャラクターとなりました。撮影エピソードを通して、彼のファッションに込められた思いや裏話をご紹介します。栗浜海岸での黄色いシャツと赤いパンツのコーディネート。ドラマの第1話で、羽男は栗浜海岸で派手な黄色いシャツ、赤いパンツ、青いサスペンダーのコーディネートで登場しました。 中村智也さんはこのファッションに戸惑いつつも、海辺での撮影は風が強くて寒かったですが、羽男の明るさと元気さを出そうと頑張りましたと振り返りました。違法カジノ潜入のピンクのスーツ。第3話では、羽男はピンクのスーツに黒いシャツ、白いネクタイという目立つコーディネートでカジノに潜入しました。中村智也さんは、羽男はカジノに行くということで、自分なりにオシャレをしようとしたのだと思います。 ピンクのスーツは、羽男のキャラクターに合っていると思いましたが、周りの人からは変な目で見られましたわらと明かしました。これらのエピソードからわかるように、羽男のファッションは彼の個性やシーンの雰囲気に合わせて様々な表情を見せています。中村智也さんが役柄にどれだけ没頭し、羽男のキャラクターをどれだけ大胆に演じたかが、そのファッションからも伺えます。 視聴者はドラマを通じて羽男のファッションとともに彼の成長や感情の変化を感じ取ることでしょう。これらの撮影エピソードを知ることでドラマの裏側に迫りながら羽男のファッションがどれだけ演技に寄り添っているかを感じていただけるでしょう。ぜひご覧ください。チャンネル登録よろしくお願いします。